せるもんか。ユージ、お前は長い間自分を責め続けていた。アリスを救えなかったことを悔やみ続けてきた。その悔恨の半分は本来俺が背負うべきものだったんだ。だから一緒に戦おう。俺たち二人の力でアリスを取り戻すんだ。許さん、ここは私の世界。招かれざる侵入者にそのような振る舞いは断じて許さぬ。膝をつけ、首を差し出せ。教授せよ。
よもや、けっ。ここはどこだ？なんだこの服。俺こんなの持ってたか。それに肌触りがなんだか。もしかして。コマンド。ログアウト。ダメか。俺のこの服装、おそらくここは仮想世界だ。とはいえウィンドウは開かなかった。ログアウトの方法もわからない。何よりここはどの仮想世界なんだ。目に見えるものは現実世界のものとは大差ないように見える。これが仮想世界だとすると、この風景を生成しているマシンは恐るべき高性能機だ。ここにいても仕方ない。辺りを調べてみるか。この音は。今のは、なんだ、この感じ。どうしてだろう。懐かしさに、胸の奥がうずく。俺にはあんな子供時代はなかったはずなのに。これは、記憶？あの音を追っていけば、何かわかるだろうか。ステイクールで行こうぜ。
音が聞こえなくなった。この巨木は誰？え？君は誰？どこから来たの？キリト、ちょっと道に迷ってしまって。道に迷った？そうなんだ。僕はユージオ。よろしく、キリト君。ああ、よろしく。森の南から来たってことは、ザッカリアから来たのかい？いや、そうじゃないんだ。それが、俺も自分がどこから来たかわからないんだ。気づいたら森の中に倒れてて。え？どこから来たかわからないって、今まで住んでいた町とかも？ああ、覚えていない。わかるのは名前だけで。驚いたな。ベクタの迷子か。話には聞いていたけど、本当に見るのは初めてだよ。ベクタの迷子？ある日突然いなくなったり、森や野原に突然現れたり、そういう人をベクタの迷子って呼ぶんだよ。闇の神ベクタがいたずらで人間をさらって記憶を抜いて遠くの土地に放り出すんだ。へえ、じゃあ俺もそうなのかもしれないな。それでどうにも困っているんで、一度ここを出たいんだ。この森は深いからね。道を知らなきゃ迷って当然だよ。いや、そのログアウトしたいんだ。ログ…なんだって？今なんて言ったんだい？ごめん、土地の言い回しが出ちゃったみたいだ。テストプレイヤーか NPC じゃないのか。さっきの反応からすると、おそらく彼は仮想世界という概念も持っていない。言葉を選ばないとな。どこかの村か町で泊まれる場所を見つけたいっていう意味なんだ。僕の村はこのすぐ北だけど、旅人なんて全く来ないから宿屋がないんだよ。でも事情を話せば、教会のシスターアザリアが助けてくれるかもしれないな。そうか、よかった。それじゃあ俺は村に行ってみるよ。ここから北へ向かえばいいのか？ちょっと待って、村には衛士がいるから、僕が一緒に行って事情を話さないと苦労すると思うよ。それは助かるな、ありがとう。でもすぐには無理かな。まだ仕事があるから。仕事？これからお昼休みなんだけど、仕事が終わるまで待ってくれれば、一緒に教会まで行ってシスターアザリアに君を止めてくれるよう頼めるよ。わかった、それじゃあ待っているよ。すまないけどよろしく頼む。いいんだよ。じゃあキリト君も食べてよ。パン？いいよ、そんな。キリト君だってお腹空いてるんじゃないの？何も食べていないんでしょ？いや、でも。いいんだ、あげておいて。こういうのもなんだけど、僕あんまり好きじゃないんだこれ。じゃあありがたくいただくよ。そうだと思ったよ。
それとキリトでいいよ。そう？じゃあ僕もユージオって呼んで。あ、ちょっと待った。ん？いや、長持ちするしか取り柄のないパンなんだけど、まあ一応ね。キリト、まさかステイシアの窓を見るのまで初めてだなんて言わないよね。ああ、さすがにそれはないよ。ステイシアの窓？間違いない、この世界でのいわゆるステータスウィンドだ。やはりここは仮想世界で、ユージは NPC なのか。まだ店名はたっぷりあるから急いで食べなくてもいいよ。天命という数値はおそらくアイテムの耐久値のことだろう。じゃあいただきます。ずっと昔はね、昼休みにお弁当を持ってきてくれる人がいたんだけどね、今はもう。その人はどうしたんだ？幼馴染だったんだ。同い年の女の子で、小さい頃は朝から夕方までいつも一緒に遊んでた。天職を与えられてからも毎日お弁当を持ってきてくれて。でも6年前、僕が11の夏に村に聖号騎士がやってきて、王都に連れて行かれちゃったんだ。聖号騎士、王都、ある種の秩序維持者とこの世界の都のことだろうか。僕のせいなんだ。安息日に二人で北の洞窟を探検しに出かけて、帰り道を間違えて果ての山脈を向こう側に抜けちゃったんだ。知ってるだろ、禁忌目録には、闇の国には決して足を踏み入れることならずって書いてある。僕は洞窟から出なかったんだけど、彼女はつまずいて外の地面に手のひらをついてしまったんだ。でもたったそれだけのことで、聖号騎士が村にやってきて、みんなの前で彼女を鎖で縛り上げた。助けようとしたんだ、騎士に斧で打ちかかろうと。でも手も足も動かなかった。僕は黙って見ていただけで。その子がどうなったのか知っているのか？聖号騎士は審問の後処刑するって言ってた。でもね、キリト、僕は彼女が生きているって信じているよ。アリスは王都のどこかで必ず生きている。アリス、なんでだ。またありえないはずの懐かしさを感じる。でも俺はアリスと個人的な関わりを持ってはいない。それに何よりも驚くべきはユージオの言動そのものだ。彼は単純な NPC ではない。豊かな表情や自然そのものの受け答えは本物の人間としか思えない。探しに行ってみたらどうなんだ？あ、その王都に。あのね、キリト、このルーリットの村はノーランガルス北帝国のさらに北の端にあるんだよ。ここから南の端にある王都までは早馬を使っても1週間もかかるんだ。それに天職を放り出すのは禁忌目録違反だし、つまり僕が王都へ行くのは無理なんだ。禁忌目録ってのはこの世界の法律や規則みたいなものなのか。だが幼馴染のアリスの生死以上に天職を守るなんて。そういえばユージオの仕事、天職っていうのは何なの？僕のはこれさ。これでこの木を切り倒すんだ。この木の名前は神聖語でギガスシダーって言うんだ。でも村の人たちは悪魔の木って呼んでる。そう呼ばれる理由は、この木が周りの土地からテラリアの恵みをみんな吸い取っちゃうからなんだ。村の人々は森を開いて麦畑を広げたいと思っているんだけど、この木がある限りいい麦は実らないからね。
そこで友情がギガスシダを切り倒す仕事についているってことか。うん、刻み手って言うんだ。僕で7代目なんだけどね。な、7代目だって？そうだよ。悪魔の木と呼ばれているだけあって、ギガスシダーは恐ろしく硬いんだよ。普通の鉄の斧じゃ一発で刃こぼれしちゃうから、この竜骨の斧を使っているのさ。とはいえ、ここまで刻むまで300年、僕の代でも終わらないだろうね。そうだ、いいものを見せてあげるよ。23万2000。これがギガスシダーの店名なのか。ああ、木を刻むたびに店名は減っていく。でも夜の間にこいつは1日がかりで刻んだ深さの半分を埋め戻しちゃうからね。つまり自分で店名を回復するってことか。うん、だから僕が毎日斧を振るっても1年で減らせる店名は600程度なんだ。うえ、だからユージオの代じゃ終わらないのか。仕方ないよ、相手はただの木じゃない、巨人の大杉なんだから。ギガスシダ、巨人の杉。つまり日本語以外、英語やその他の言語、神聖語という括りに入れているのか。それじゃ僕は仕事に戻るよ。あのさ、ユージオ、俺にも手伝わせてくれないか。え？ほら、パンも半分をもらっちゃったしさ、仕事も半分手伝うのが筋だろ。うん、まあ天職を誰かに手伝ってもらっちゃいけないなんて掟はないけど、それじゃあお願いしようかな。でも案外難しいんだよこれ。やってみなきゃわからないだろ。これで終わりだよ。午前と合わせて1日2000回ギガスシダーを叩く、それが僕の天職なんだ。キリトも筋がいいよ。最後の方は随分いい場所に斧を当てられていたしね。いや、でも友情が一人でやればもっと早く終わっただろうな。足を引っ張って悪かったな。気にしないで、この木は僕が一生かかっても倒せないって言ったろ。さあ村へ行こうか、キリト。